このホステルめっちゃいいっす。本気でいいね。めっちゃいい、ここ。ビデオ、そうなんですよ、ビデオ。これずっと、いつも毎日ビデオ撮ってて。香港の隠れカフェです。すごいですね。これインダストリアルビルに突然あります。すごい。すごい贅沢だね、これ。突然あるんですよ。何のあれもなく。その表札みたいなもの。動画。動画出ても大丈夫ですか？動画出ても大丈夫。大丈夫ですか？じゃあ。動画。動画なんだって。動画なんです。あ、そうで、ソニーの。そうそうそう、今のちっちゃいやつなんですけどね。メガネなのにね、レンズ入ってないっていうね。そう。そうなんか隠し撮りとか。もうよく言われます。出てきちゃうんだ。あ、いいですね。ちょっと足立さんと。でもそれは何？コンピューターを通さないとわかんない。そう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 。すごいね、これ。見てください、これ。よく見る。皆さん、本当に行く？じゃあ、音は入るの？そう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 。映像だけ。音、入ります。じゃあ、ちょっと行きましょうか。すごいね。さすが。それで、山登る時もそれで撮ってるってこと？そうそうそう、これで。動画をね、毎日。愛称さんのギャラリーです。これ、神風。めっちゃかっこいいですね。山田さんの作品。ほんとかっこいい、これ作りが、デザインがかっこいいのかな。この空間の取り方かな。神風、めっちゃかっこいい。神風って今ヨーロッパの方だと水彩の、自爆テロとかを言うときに神風って言われてるらしいですね。知らなかったです。ほんとにすっごくかっこいい、めっちゃかっこいい。で、これですね。ウェルカムメルカム T シャツもらったんですけど、これ30着あって来た方に全てあげてるっていうことです。あとこれですね。イスラム国っぽいんですけど、普通にツイッターのツイートが、普通のツイートをイスラム国のようにしたみたいです。アクター、アクトレス、いや女優さんのツイート、多分これなんだっけな、妹と一緒にランチを食べに行くみたいなことが書いてあるみたいなんですけど、違うかな、これじゃないかな、違ったらです。それをアラビア文字で黒字でやると、いやすごいかっこいいですね。すごいです。すごい、今日もすごい、毎日すごい、いつもながら豪華すぎ。ああ